はい、できました。松坂焼き鳥だれの、宇田緑、宇田緑の肝の、ごま塩、生レバ風なもので、甘露煮、生レバ宇田緑レバの甘露煮で、わかめのそのものと漬物は、きゅうり、大根、水菜と小松菜で、お味噌汁はスペシャルお味噌汁、小松菜と大和マナをスムージーにして根菜を入れた味噌汁で、これがねタレやねんけどね、タレちょっとつけながら食べていきたいと思います。でいただきましょう。ヒロが今ね、トイレ行ってんだけどね、もうこれ。はい、いただきます。おいしい。まずね、タレそのままなしでいきます。うん、おいしい。これをね、タレをこれベタつく目で濃いかもからないで、タレをつけてね、うん、タレつけてまた違う、おいしいです。うん、どう、この味は。おいしい。焼きだれをねつけて。美味しいね。ではごま油塩だれ、どんでこぼした。うまい、これはうまい。これが焼き鳥だ。このまま食べてもいいし、このタレつけてもおいしい。これはあのごまだれと塩の肝な。これ肝の甘露煮、甘露煮、これはうまい。正解。硬くないし、あーちゃんずっと作ってないな。しかも何回焼いても焼いてよ、煮詰めても味入らへん割に硬くなってんね。キモ、食べられるよ。量が大好きな、それ今食べてるやつ、キモのごまだれ。うん、美味しいやろ。うん、これも美味しいや。カロリーちょっと甘いけど、甘いって醤油、甘じょっぱいね。これが一番基本の肝の食べ方や。美味しい、美味しい。したかしたい、なんか。冬は
スペアのあれやから、ね、ヤンキーが広いね。面白い。1300円ぐらいでしょ、鳥。ネキモが400円ぐらいでしょ。1700円。だと他に対していろいろと1700円。2000円かかってないね、今日の晩ご飯ね。やっぱ予算3000円やったらなかなかすごいもん食べられない。これ、肝ね。鉄分も、亜鉛、ビタミンたっぷりやね。体にいいのよ。で、ごま油は。メカ3でしょ、海水天秤、今回これアグニの塩かけたけど、もうちょっと塩入れてみるかな、うん、多いじゃろこれ、うん、多いじゃろこの人、うん、いや体にいいよ、トマトめちゃくちゃ体にいいよ、キモとかトマト体に良すぎるし、これ食べられるって、これは餌からいいの使ってるから食べられねえ、毒の餌使ってるから嫌いやってもトマトも天然で作った、え、鶏肉は好きやったの、この鶏肉もええ鶏肉や、うだみどりやで、やっぱりタレつけた方がおいしい、このタレどう、このタレはどう、この味はいける、おいしいらしい、エミさんありがとう、肝の甘露においしい、これお店で売れる、大事やなこれ、見えへんもんね、夜これだけ買ったら怖いけどな、そうか、なんで真ん中座っとんの、いや、子供の命を守るのは運転者の責任、おいしい、福島や福島や、何やなって、猪苗代駅って書いてんの、会津若松駅って書いてんの、何やもっと長のことや、うん、テレ東から番組こぞるもんじゃないよ、うん、なんだよ、うん、冬キャンはできへん、ね、雪、えらいことなんだよ、現茶で行かれへん、現茶で行かれへん、現茶で行かれへん、福島で行くの、うん、2日ぐらいから途中でキャンプしたんだわ、途中でキャンプしたい、途中で福島行こう、うん、カナホテルだなとかなるわ、うん、途中であれホテル泊まんの、ホテルの泊まる、キャンプ行くんだけど途中やからキャンプ用品出すの家やから泊まりますと、いや、いいかな、キャンプしちゃう、何でやかな、富士山見に行くね言ってな、電車で行った人ね、おっさん連中で、で静岡かな、浜松かな、静岡かなぐらいでな、寝ぶたなってもう夜になったからそこでな、あの野宿所を言ってな、で野宿者らしいの、テント作れへん、シュラフだけでやらしい、公園で寒いやろ、うん、あれ夏やったし、夏か春かなんかやったから、だから朝からなんか人の声で目覚めたらな、なんかおじいちゃんとおばあちゃんがな、ラジオ体で終わってな、シュラフ何かなってみんなで人集まんそったらしいで、
知らなかった、うん、じゃあ人は死んでるもんじゃん棺桶やもんな、うん、そんなもんじゃおじいちゃん、うん、おきつる鶴ヶ城まで来て覚えてる鶴ヶ城行った名前聞かれた、うん、名前で頭あそうか福島入った時にいたおったお城、うん、覚えてる、うんうん、そこ行くねんて、うん、正直お城は興味だよお城いいでよもうちょっと先生は興味だよ文化とかね城の擬人化してみて何俺に言ったらどこまで行けたの頑張って隣の県で一緒にいたら生姜食べてみようあら沖縄どうやって浮いていくんだ橋とかで行ってるやろかかってないかかってないぞ結構距離あんねんなんかザクったねアメリカとさ、日本の間になんか島できたんやな、うん、めっちゃ攻めくれそうだけど、うん、不思議やな、アメリカと日本の間結構長いや、うん、なんかあったん、シーズンシーズンキャベツ沈むのねキャベツがまたこのタレついておいしいねうん野菜がおいしいじゃあ最後みたいええやんなペタカどんだけ応募してほしい、うん、お小松菜の漬けもおいしいうん、この人カズ、うん、もういい生ゴミ臭いとか言われたらショックやな日本の口臭の原因って歯の間の歯垢やで大体で味噌汁どう今日の味今日の味噌汁どう味どう今日ちゃんとちゃんと答え何も言わへんってことは美味しいってことやなこの際も、まあまあ焼こうくなって美味しいなこれさ3から2になっただけで動かすって甘すぎやろごま油仕様に七味入れたらもうちょっと美味しいからね自分で分からんやつあんまり変わらへんな面倒くさいな。だからこれ毎回届くやつじゃん。うん。おいしい。めっちゃ買ってる。もういいよ。もう美味しいわ。から食べたの入ってきたね。うん。ね、どこがのやめて入ってくるんだよ。そんな。何をつけてる人だけなの。うん。
強い。だから薬飲んだから弱ってまうの。薬飲んでも風邪してるやん。うん、その薬に買ったわけやん。垂れたらんだらっから出したらいいかな。あと垂れたとこ。この時の時楽しかった。もうちょっとマイクええの使えるめちゃくちゃ綺麗だね。団子塩やろ、うん、ここしかないんだ。こことな、ヤギ駅のところもある。一緒にいい部屋ネット出てきた。テレ東ではそれやっとってユーチューバーやりたい。昨日のあっちゃんの動画途中変なもの追加のね。アップしてから気づいてない。一回ならテレビにあれやな、自分の紙編集したやつあげていたい。ならテレビはああいうのが好きやね。ああいうちょっとグダグダ編集が好きやねん。奈良、奈良県民は紙編集来てさ、やばいのこの編集で一応編集なくてんねんって思わせやったね。奈良県民受けへん、わざと話してん。いや、うん、わざとしたら怒られるやん。他の人に言ったらいい部屋のやつを仕事されたけど怒られるやん。思うけどさ、ナーテープの勝ったために受けた人ちょっと変じゃない、うん、落ちてない、うん、こんなもやりたいな。郡山駅から歩いてな、会津まで行くとかさ。いや、郡山駅から原付きなんして運転するわ。原付き借りて自分で、うん、うん、バスは通ってる。ユイレール走っとんじゃん。ユイレールモノレールみたいなやつ多分ね。沖縄の視聴者さん、奈良テレビ言ったら両家さんや。うん、安心価格の安心見積もり料金、うん、この広告ってな、 JAL はなスポンサーで、ちゃうちゃうスポンサー作って言うとってな、そのスポンサーお金なくなって離れた時な、 JAL がなそのお金を補填するために広告入れてるらしいね。え、うん、あこれになどっかがスポンサー作る予定やった広告に。それはお金ないからやめたってお金をくれへんかって。だから CM の枠開くやん。ジャロに保険かけてるからジャロがその広告分のお金を払ってジャロの広告入れてるらしいで。ジャロもらってる。ジャロに毎月いくらか払ってる、払ってるよ。でジャロがな、広告がなくなった場合な、そこにジャロがお金払って広告入れる。うん、JAL がテレビ番組にお金払ってそこに広告入れるらしいで。だから JAL のコマーシャル出た時はどっかのスポンサーが消えたってことやらしいで。そうだね、消えたって言うと、やめただけで、やめちゃって、だからその広告やるとって契約を、契約破棄してる。だから広告、広告の枠の時間あるやん、その時間が飛んでしまうからジャロが入れるらしい。えー、えー、ぐらいな。両家さんがちゃうわ、怒られるわ。アサリコの店やん。こんなに見たの、こんなやつの結局散らかんねん。散らかったりしちゃう。こういうなんかもう散らかりやすい。どっちか作られて
この辺、そうそうそう、この辺ね、散らかりやすいようにしかなってんねん。狭いし、うん、昔の食べ方やからな。アサリさんに日本の、ね、あるとこ住んだよ、引っ越し、こんな家住んだ隣近いからやん、夜中歌うとって YouTube して怒られるやん、やめんけやったやん、ここやからいいねん、札束で殴ったって新しくなんか開いた家から建てたらええやん、朝からランボルギーにブンブンかけの怒られるわ、なんで自慢やから寝たもんや、じゃあじゃあじゃあ都会で都会ちゃんの引っ越しな、だからエンジンブンブンと怒られへん、都会だと怒られへんやん、都会何しても怒られへん、うせやん、隣でやる人と怒られへん、やがましい、けど都会のあれ店らへんでやったり都会公共料理店日本以外は大抵で東京は関係ないと思う、常になんかなってるやつ歌って関係ない、いつのことは、あ、変ですね、東海道が隣なんであれば、埼玉か、埼玉だ、埼玉って何な、水の結晶にな、ええ言葉聞かしたら、いや水にな、ええ言葉聞かして凍らしたらな、綺麗な結晶になるんで、汚い言葉聞かしたらな、汚い結晶になるんで、ぐじゃぐじゃなんねんて、やってみたん、それの実験やっとって、でな、コロナ、COVID-19、コロナウイルス、愛って言ったらな、綺麗な結晶だってんて、コロナ、COVID-19、愛って言ったらな、愛って何、愛、ラブの愛、なんで愛って言うの、これだからコロナに愛を込めたらな、綺麗な結晶なんて、でコロナ、COVID、結晶な、COVID-19、怖い、恐怖とか言ったらな、汚い結晶なんてんて、これだけで実験した人も、いや、でも若いよそれ、結局汚い言葉入ってたり一緒やから、怖いってこと、いや結局さ、コビット相手にも言わんのもいいやん、コビット相手に関係ないよ、そうやったらコビット相手にだけ言わんのかに実験の意味だよ、コビット相手だけやったら汚い結晶なんじゃん、だけやったら汚い結晶、愛って言ったら関係ないよ、そこで、うん、何状態、いや、クラシック聞かせたらな、綺麗な化粧なんですよ、クラシック綺麗な、ハードロック聞かせたらぐちゃぐちゃなのらしい、ハードロックかなんかな、シロアリに聞かせたらいつもに食べるとこが2倍になる2倍、1.5倍、そうだよ、そうだよ、ロック好きなんだ、うん、ってことは、あれにも耳あるってことだ、直接あるってことで、すごいな、振動で体感じる、うん、変わかな、確かにな、いい音楽聴くんだな、ハードロック聴いたらハードロックが事故するっていう、クラシック聴いたら居眠りせん、じゃあ昔な、こういうのあるじゃあ昔な、クラシック聴いたらな、聴きながらな、車運転しとってんやぶとなあかんわと思って、運転中にクラシック聴いたら、うん、F1 の歌聴いたらな、早なんで、ね、あれは危ない、危険や、え F1 の、 あのオープニングなんだよ、歌わないイントロ歌、何メロで、うん、F1 のメロで歌引っかかってまいやん、前あれで、あずさ2号のな、曲でな、あの、あずさ2号の駅名を歌ったらな、歌に変わってんで、YouTube で。曲かかってない。曲かかってないよ。自分のアカペラで歌ってんで、せやのに、引っかかってんで。どんだけ歌うまいの？思ったわ。誰でもね。これもさ、引っかかった時にな、曲を踊ってんだよ。あずさ2号で面白かった、
何この人見ろ違う、うん、ジェンガ腹増えて、うん、いやジェンガはスポンサーついてないカーリフルあの会さんが付け踏んだしたらあかんか、うん、いいの奈良テレビのコマーシャルこれしか見えへんね。なんで？他のチャンネルで見えへんね。奈良テレビのコマーシャル。奈良に行ったら見えへん。奈良でしか見えへん。奈良来たらいいね。なんかあるやん。これしゃあれやん。誰か止めてんのして。誰か止めてんのうち切れんねん。なんか主題に。食べたことある？あるよ。真面目カメラ回った瞬間元気になるすごいプレイあっちゃませカメラ止まったらめちゃくちゃおとなしくて可憐で綺麗なお姉様にカメラ切れちゃうかすやな机投げてますねもう暴れ倒すカメラ待っとったらおとなしいの止まったしくるれー言うてんのそこはあかんとかないしょないしょないしょそれ言うたあかんのかい言うた例えば昔あれやな風に乗ったら最低、まあ、最大1キロくらい風飛ぶらしい風とか金がすごいな昔そんな言うとってそこって言ったらなんか風に乗ってったら1キロ1キロ1キロ先で映ったってなの誰って言うとってんの何風学かなんか調べたの結構前だ俺が中学くらいだと思う中学の時に多分、誰が言ってるのほんまに誰が言ってるの結構広がってるいや、これくらいが可愛い髪の毛かけたら絵物とかで売ってるのあの、この右の字が鼻みたいな同じ心へ漢字にあれみたいな、うん同じってやつの逆文字あれじゃねえな漢字には使えへんよ使えるよあ、もう一回食べよう食べきれへん気もおいしいわ明日食べようか、残してあ食べたかったら食べてもいいで肝のね、ごま油と塩、めっちゃ美味しいうん、教育って全然必要ないのだと思う、うん、ないなあれ SDGs のあれじゃんバッチじゃんお前よく分かった、うん、このついてるやつルーレットみたいなサプライズの持続可能の開発目標みたいなやつついてやめる人よう見ちゃったなのルーレットやとどうするうんやっぱり肝をさっと茹でて塩でさっと茹でてごま油と塩で食べるの最高これもいい塩使ってでごま油の熱入れてね、うん、で肝はめちゃくちゃ栄養高いでしょ体にすごいと思うねこういうの、うん、食べるっていいことやと思います今日のあちゃんの晩ご飯エミさんに教えてもらった鶏のタレで鶏焼き肉美味しかったですあと、宇田緑の肝、まあ、いろんと美味しかったですごちそうさまでした今日のあちゃんちの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくねではまたねバイバイ